ちゃんの今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずは自己紹介をお願いします。はい、9月1日に新規オープンします、楽しい家伊賀谷純奈の管理者となります坂井雅樹と言います。今日はよろしくお願いします。またよろしくお願いします。神戸市近郊なんで、また、明石市とのほう隣接してまして、便利性がいいんですよね。明石駅からバスで10分ぐらいかといって、窓に見える南側なんですけど、田園地帯が広がってまして、入居者入られたら、まあ、安心してまた落ち着いて暮らせる場所かなとは思ってます。ね、割と音も静かですね。そうですね、新幹線の下なんですけど、はい、まあ、そこまで気にならないかなという感じですね。経営理念というのが9つあるんですけども、その中で2つほどちょっと重視しているのがあって、1つは人間の尊厳尊重し、ご利用者様本位の真心と優しさのこもったサービスを提供する、そういうことと、もう1つは人を大事にし人を育てることで、はい、この2つを念頭に置いてこれからやっていこうかなと思ってます。やっぱりおもてなしいことで、自分らよりやっぱり年上の方がほとんどなので、人生の先輩ことで立てることをまず第一に考えてますね。で、人を大事にし人を育てることで、もうやっぱりスタッフも一人ではやっぱり仕事できないので、チームの輪ですねを大切にしてやっていこうかなと思って、それで、ね、人を大事にし人を育てるというのをモットーにしてます。ちゃん、今やっぱりコロナ禍でなかなか外出とか外に行く機会がやっぱりほとんどないので、そしたらやっぱフロア内で何かできることはないかということで、レクリエーションをちょっと充実したいなと思いまして、例えば体を動かすゲーム、風船バレーとか輪投げとか、あと歌を歌ったりとかももちろんそうなんですけど、外部から先生とか来るのが可能であれば音楽療法とかもやりたいなと思ってて、というのは以前デイとかで勤めた時にやっぱり一体感があって、皆さん先生の方集中して歌を歌ったり手叩いたりしてましたんで、やっぱりグループホームというのは家の延長なんで、家にいて楽しいなって思ってもらえるかなと思って、はい、まあ、そこはもしできたら、はい、したいなと思ってますね。音楽療法ってどんなことするんですか？はい、いや、もう普通に発声練習からやるんですけど、あいうえおから順番に発声して、あとはもう普通に童謡とかを楽器使ったりとかいう感じでしてますね。はい、そしたらやっぱり皆さん笑顔が出るので、その笑顔を見てやっぱりこちらスタッフもやってよかったなって思えるんで、はい、もしできれば可能であればしたいなと思ってますね。安心して入居者と一緒に楽しく、いうのをモットーにしてるんで、各フロアの明るさを基本にして、おはようございますからおやすみなさいまで、皆さん笑顔で挨拶できるような雰囲気であったらいいかなと思ってますね。先ほど言ったように楽しく明るいをモットーにしてますんで、こちら入職しても他のスタッフが楽しく明るく、カバーしてくれると思うんで、ぜひ応募してほしいですね。はい、ありがとうございます。百、はい、ちゃん、今日は坂井さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、9月開設ということで、はいはい、どうも頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん一緒に入居者さんと一緒に、いい思い出を作りましょう。皆さん一からスタートなので、ぜひぜひお待ちしてます。待ってます。